じゃーん、じゃ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 ーん。これ何でしょう。はい、皆さんこんにちは。TS メグの塗り絵チャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こちら、じゃじゃん。私の大好きなホルベインの色鉛筆のセットなんですけれども、こちら24色のセット。こちらがですね、なんとリニューアルしまして、このパッケージですね、パッケージの方がリニューアルしました。今まではこういったね、色鉛筆の風景の絵が描かれていた、こうほんわかとしたようなね、すごい可愛らしい、イラストに周りがピンクでこう色入ってる色鉛筆の色がこう出てるっていうね、おなじみのものになるんですけれども、これもすごく素敵だったんですが、めったにねこのパッケージがリニューアルするっていうなかなかないと思うんですけど、今回ね久しぶりにリニューアルしたということで早速買ってみました。いきますよ。じゃ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 ーん。見てください、すっごい全然違いますよね。シンプル、かっこいい、なんか雰囲気が異なる、かっこいい系のパッケージになりました。すごい、私は的にはこれすごい、うおーっとすごいびっくりしたのと、今時っぽい感じがしてシンプルですごく素敵だなと思いました。これは紙のね、実はねこれがケースじゃないんですよ。紙のケースにこう缶が入ってて、本当の中はシャーン、すごくないですか、ホルベインのロゴのみ、すっごいかっこいい、私大好きですこれめちゃくちゃかっこよくて、あ、なるほどっていうね。今まではこの缶にもともともうねイラストがついてるっていう感じだったんですけど、もう大きさとかはもう本当に一緒なんですが、もうこの絵がなくなって、もう本当ホルベインだけのロゴがポンってついていて、シンプルでめちゃくちゃ素敵です。どうです？で、中身はこんな感じ、中も缶と、これも変わったのかなと思いますね、中のリーフレットみたいなのと、あと色鉛筆で、色鉛筆の方は変わらず、入ってる色なんかも変わらないと思います。変わってないですね、はい。で、今までこの缶の裏に入ってる色がどれですよっていうのと、12色のセットが実はね、ベーシックっていうのと、デザインっていうのと、パステルっていう3パターンあるんですよね、ホルベインさんって。その中にこの中のものどれが入ってるかっていうのの印と、24色セットと36色セット、これ中ありますよと、これ中だとどれに入ってますよっていうのが書いてある表があったんですけど、実はまだ50色150色ってあるので、これ以外にも色はあるんですが、まあ36色までのものがここに記されてたんですけども、今回はこの中の方はもう先ほどねお見せした通り、すっごいシンプル、何もね書いてない状態になっておりますので、ここに書いてありますね。こんな感じですごい一覧の表、もうなんかちょっと色見本があるみたいな感じ、少なくてあれ大丈夫かなみたいなねいう素晴らしい感じが、ね、入ってますので、まあ、色と、もうあと150色すべてが書いてあると書いてありますね。ここに150色までの表具になっております。もう本当に永久保存版ですね、はい。お、後ろにこのね新しくなったデザインのホルベインのケースのラインナップが
載ってるんですけど、またパステルカラーがピンクでめっちゃ可愛いんですね。可愛い。パステル50と12とあるんですね。可愛い。ピンクの箱のバージョンが欲しくて買ってしまいそう。多分中はシルバーだと思うんですけど、とあと木箱、これはまあ変わらず、これもかっこいいんですよね。これね、150色入ってるやつ、はい、という感じになっております。すいません、訂正箇所がありました。よく見たらですね、メタルケースに入っているのは36色セットまで、50色以上は紙箱に入っているという記載がありました。そして12色セットですが、今までの言い方とまた変わっていまして、基本色の12色セットとパステルカラーのセット、ポートレートカラーという名前の3つになっていましたので、こちら付け加えさせていただきます、私もう24色セットすでに何個かあったのにまた買っちゃったみたいな、中身一緒なのにまたジャケ買いしちゃいましたね、これね、完全に、どっちかっていうとホルベインピンクで女性向けって感じな気がしてたんですけど、見た目がね、これだったらもう男女問わず使っていただけるんじゃないでしょうかね。好きなシールなんか買ったりとかもね、カスタマイズできるかもしれない、いいと思います。私はこのシンプルな感じすごく好きです。ホルベイン色鉛筆のこの紙箱なんですけれども、この裏にもこんな感じで、どんな色が入っているよっていうのはこれだけだとわからないと思うので、裏に載っています。まあ英語表記になるんですけど、まあ書いてありますね、でホルベインの色鉛筆ってこんなだよっていうのの説明とか、そう、実はね、みんなにねこれ言ったことなかったんですけど、まあ、気づいてる方はかなりいらっしゃると思うんですが、よくこの色鉛筆の名前が載ってますよね。ここ、これカーマインって書いてあるんですけど、一応この横に星マークあるの分かります？星みたいなマーク、米マークみたいな、花みたいな、これ3つカーマインにはついてますね。はい、でこちらがロイヤルブルー、ロイヤルブルーの方は星2個になってますね。これ何だと思いますか？これミシュランみたいにおすすめの色鉛筆みたいな感じの星3つですみたいなのではないんですそれわかるかなと思うんですけれども、それがこの箱の裏に、それがこの箱の裏にも載ってるんですが、ここ注目してほしいんですけれども、耐候性の記号って書いてあるんですね。これですね、まあ、何かっていうと、日に当たってね、まあ、洋服とかもそうですけど色あせたりすることって多いですよね。絵の具もずっと同じ色を保ってるわけではないんです。もう何百年前とかな、まあ絵画とかもすごい色があせたりとかして修復してとかってやってると思うんですけれど、まあ、同じように絵の具とかもと同じように色鉛筆も色あせしてしまうんですね。その色あせがしやすいものとかしにくいものっていうのがここに表記されてるわけです。で、星3つの方が色あせしにくいよっていうものです。で、星が2個だとまあ色あせしにくいで、星一つだと比較的色あせしにくいかなっていうのと、で無印だとすごい変化しやすい色ですっていうことらしいんです。でここのホルベインの色鉛筆、ホルベインの色鉛筆自体がすごい、ここにもね書いてあるんですけど、耐候性に優れたものっていう風に載ってて、まあ、ほとんど星3つ星2つのものになります。知ってましたそれでね、やっぱプロの方とか長くね残したい方なんかは、こういうのを気にして色鉛筆選ばれる方も多いんじゃないかと思います、この星3つ星2つっていうのは耐候性の、色褪せしにくい
色合わせしやすい色なんかを表記しているものになりますというちょっと豆知識でしたということでね、この新ホルベイン缶欲しい方ぜひジャケ買いしちゃってもいいんじゃないでしょうか、ね、男性の方もこれ使いやすいと思うのでぜひぜひ、ね、中身 もう色は変わらないんですけれども、やっぱり消耗品なのでね、もう1セットあってもまた使うかなということで、とてもかっこいいこちらの新パッケージのホルベインさんのものもぜひおすすめです。逆にね、もうこっちなかなか手に入らないと思うので、もし見かけたらこっちをゲットしておくというのもいいかもしれないですね。あと一つ、クラス101さんの私のレッスン申し込み検討されている方で、このね24色のセットがレッスンのパックの方に入っているものがあるんですけれども、道具がセットの方のレッスンパックに入っているんですけれども、ちょっと今はこれとこれどっちも混ざってる状態になっています。でどっちがいいっていうのはごめんなさい、ちょっと選べないので、そこだけはご了承ください。もしかしたらこっちかもしれないし、新しいバージョンのものが届くかもしれません。そこだけ、ご理解のほどよろしくお願いします。中身は変わらないです。はい、ということで今回はこちら。私の推し色鉛筆、一番愛用しているホルベインさんの色鉛筆のパッケージの変更のご紹介でした。リニューアルのね、紹介になりました。今回もご覧いただきありがとうございます。何か感想ありましたら、こうやってカスタマイズしようかなとかもね、いいかもしれないので、ぜひコメントのみもください。先ほどもお話ししたこちらのホルベインさんの色鉛筆を使って、塗り絵のレッスンもしています。概要欄の方に、URL 貼ってあるので、気になる方ぜひぜひ、チェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。さようなら。インスタグラムの方もぜひフォロー忘れずによろしくお願いいたします。いろいろな動画や写真の方アップしてますので、ぜひぜひご覧になってみてください。オンラインレッスンの方もやってます。概要欄の URL から登録いただくとレッスンで使える500ポイントプレゼント中です。いろいろなレッスンがあるので、ご自分に合ったレッスンを見つけてみてください。お待ちしてます。今回もご覧いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。